前科 3, 3番、893番、正域太郎です。本日の話は、あのニコニコ動画がサイバー攻撃。なんか使えなくっていうか見れなくなってるんですよね。これはね、大変なことなんで、私もちょっと調べてみましたね。まあ、もともとは、これ、いろいろなんか、前からなんかあったのかなどうやら、これは、ロシアの ウクライナ侵攻を支持するハッカーグループがやっているっていうことなんですよね。なんかロシアっていうと えそんなと思うかもしれませんがそういったことはすごくてあの日本の自動車窃盗とかあるじゃないですか開けるやつねなんとかかんとかなんとかかんとかじゃないなんかあるじゃないなんか名前いろいろついててすぐに開けちゃうやつあれああいうのも全部ロシア製なんですよねなんでもうあの本当にもう簡単に開けれるとかそういうセキュリティを突破するっていうのはやっぱりロシア製のものっていうのがあって、まあ、それなのでやっぱりロシアのハッカー軍団ってそれなりのやっぱりね能力があるんだってことは。 あるるんだと思いいますーカカーグループが、まあ、今回大きな、ね、あのサイバー攻撃を受けているわけてわですよで、えー、ロシアのハッカー集団でキルネットっていうことを名乗っているのかな、まあ、ロシアのウクライナ侵攻を支持するハッカーグループで日本政府の運営する行政サイトやクレジットカードの JCB や名古屋港のホームページなど多数の日本国内のウェブサイトにも攻撃しているっていうことを 言ってるんですねでこの攻撃によってニコニコ動画を含む角川グループの複数のウェブサイトが一時的にアクセス不能となったということなんですユーザーはサービスの停止や障害に直面してサイトへのアクセスが困難な状態が続いているとで日本のデジタル庁も政府サイトへのアクセスが困難であるということを確認してこの原因を調査中というふうに発表しているんですね、まあ、このの背景っていうのは 攻撃のね。日本政府の方針や規制に対する反発があるとされています。ハッカー集団のキルネットは SNS 上で 攻撃を宣言して日本の複数のサイトに対する攻撃を実行しているんですね。特に政府が関与するサイトや大企業のサイトがターゲットということなんです。で、角川は不正アクセスの可能性が高いということになって、現在原因を調査と復旧作業を進めていると。まずはデジタル庁も対策を講じて、被害の拡大を防ぐための処置をとっていると。だからユーザーには公式サイトやニュースソースを通じて最新の情報を提供するように努めているということなんですが。今回の,この サイバー攻撃は日本の主要なウェブサイトに対する大規模なものであって特にニコニコ動画やカドカ o グループには大きな影響を及ぼしているということになりますね。で 今後の対策として、まあ、さらなるセキュリティ強化が求めるって言ったって、じゃあどれだけやりゃいいのかと、やってもやってもなるっていうか、まあ、車の、あの、セキュリティ一つ見ても、最新、最新って言っても、またそれを超えてくるんで、一緒なんですよね、結局。もう物理的に動かなくするとかっていう、そのアナログのことでやるしかないっていうか、もういっそのこと本当にバッテリー外すしかないみたいな話になっちゃうんですよね、やっぱり。もう機械的に、あの、車を固定するとかっていう話がなくなっちゃうような次元なんですよ。 そうなると、もう、あの、使いにくいようなことになっちゃう。要は、GPS だとか、IC ラグだとか、いろんなことやるんだけど、それも発見されちゃうし、動かされちゃったらどうしようもないってこともあるんで、まあ、車一つとってもそうなんですよ。なのでね、この、パソコンのセキュリティっていうのが外部からアクセスできるってことは、それは何らかの形でできちゃうわけなんで、で、まあ、このキルネットっていうのは、 ロシアを拠点とするハッカー集団で、主に政治的だとか軍事的な動機でサイバー攻撃を行うことで知られている集団なんですね。これが先ほども言ったように、ウクライナえロシアがウクライナ侵攻することに対する支持するハッカー。だからまあ国の の関係でもあるのかなロシア国内の関係でもあるのかなというふうに思ったりもするんですが、彼らの活動はロシア政府や軍の政治を支持する形で行われている。で、活動の特徴は、攻撃対象は主に国家機関、政府サイト、大企業のウェブサイト、え分散型サービスを拒否、サービス拒否の DDOS っていうやつがあるんだって、の攻撃やウェブサイトの改ざん、不正アクセスなどを行っていると。 まあそんな感じになってるんだけどこれ大きなニュースにあんまりさせてないけど実際は大変なことでまあ実際まあこれ YouTube なんかでもそうなったらもう全部終わっちゃうわけだしニコニコ動画で整形立ててるようなこういう人たちなんかどうするんだろうって話になっちゃうからねこんなことで見れなくなっちゃうってことが起こるんだっていうことですよね。ままあああ今まではははななななんんんかかかか病院だだだととととねねそののの会社っってていいいいううううこことと直接我々には関係ないんだけどこういうコンテンテツ的も でもよくよく考えればそういうことだって大変だったんだなと。これっていろいろこれからも出てくる可能性があるわけですよね。じゃあやめてくださいって言ったってやめるわけでもないですしっていう。じゃあ何これ、ロシアを支持すればいいのかってそういうそういうことじゃないですもんね。まあこんなことが起こっているってことはね、関係ないよと見ないしっていうことじゃなくて、こういうことが起こってるんだっていうことですよね。だから例えばよくあるのは、ど、ね、製造メーカーの サーバーに工場の出荷が止まるとか配送が止まるっていうことになるとめちゃくちゃこの影響を及ぼすわけですよね。まあ具体的にね言ってはあれなんですけどね。ど今、未だにその飲食食品メーカーのまあそのシステムの 不具合で、未だにその食べ物とかね、オレンジジュースとかプリンだーとかがね、並ばなくなっちゃったっていう。で、その間、棚が空いてしまうので、どうするんだ埋めなきゃいけない。じゃあ、それが、この、戻ってきましたよ。生産できるようになりますよって言って、じゃあ、その空いたところを避けてね、本当それができるのかというようなね、こともあるわけで、あの、ま、あ本当に、こういったような、あの、 システム一つでね、大変なことになっちゃうと、もうやっぱり世の中が変わってきてるんでね、うん、こういうことがあったっていうこと、今もお、あの、引き続きそういうことがあるっていうことだけちょっと覚えておいてほしいなっていう事件です。以上です。はい、皆さん、最近、チャンネル登録、高評価言ってなかったんですけど、やっぱり言わないと伸びないですね。本当にチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。そうそう。実は 漫画、極道楽園、極道パラダイス、第3巻、電子で出ましたよ。皆さん見てください。URL 貼っときますんで。あの、電子版なんです。本屋さんに行かなくてもいいですよ。タブレットや携帯で見れるって、すごくお手軽で、リーズナブルになっております。そして、懲役太郎。これは紙の本です。裏社会から人生を守る教科書。こういうことこれを見てれば、あなたも殺人事件に巻き込まれない。殺人をしないで済むという、本当にいい本です。ちょっと無理がある。ちょっと無理があるか。ちょっと無理があるけども、皆さん、よろしければ、お買い求 ください以上です